ああ、そう、なるほどね。残り10秒、締め切り10秒前でね、このシグナル通りに打つんですね。ちょうど1分切れる前にね、至って簡単にいくかというのが問題なんだけど、ああ、こう上がっちゃったね。どうだったかな。1、2、3、4、5。これはタイだったね。こうに来るから注意しないといけないけどね。ね、次行ってみましょう。で、こういった。レンジを変えて。ね、こっちのレンジ。5分ありますからね、ちょっとよく見てて、これは上ですね、これいい感じですね。次上にね、ギリギリ1分前ギリギリでね、一番いいとこ打つんですね。落っこってきてる時にね、ね、上というのがいいんだね。逆張りね、逆張りなんですよ、残り1分は、ね、逆張り。落っこちてる時に上というシグナル多いでしょ、これ多いんだよね。これどうだ、これはごちゃごちゃだからね、分かりづらいね。ちょっと待って、これそう、これもいいとこだね。あ、これす、上がってって下だから、これは難しいね。あんまりユーロ USB だ、なるほど、ユーロ USB がちょっと時間なくなっちゃうんでね、この辺は無視しちゃう。どれがいいかな、これ下がってきちゃってるもんね。やばいな、これだね、上がってるから下、これでしょ。ちょっと変なのに来ちゃったな、おい。どうしてくんないかな、時間がないんだよな。で、これね、下。もうそうしたね。10秒前でね、50秒。1分。1分50秒ね。あ、下がっちゃったな。これ下がりすぎたからダメ。ダメね。これだね。1個だけにしとかね。こうね。ちょうどいいとこ打てた。ここのシグナルね、通りに上がってる時ね、後半ね、に打つ。
はい、勝ちました。で、一旦こうやって。